葉だよ、葉っぱ。いただきます。はい、白が挟まってる、挟まってる、本当だ。あ、出てきた、頑張れ。目玉焼きです。挟んでる。そう、ソーセージだとね、ちょっと落ちちゃうから。で、ミーコは観音堂、本堂かな、どっちかで。カーもいないんだね。少なく感じるけど、昔これだったもんね。確かにね、うん、猫のその数的にね、うん、でよくよく言うと、あの今ひーちゃんがいるところに本来だったらみーこがいたわけだから、うん、膝の上っていう認識はみんなあるかもしれないけど、本当はね違うんだよね、うん、そう、あの今ひーちゃんがいるところが一番最初にもらえる場所として一番の上座のはずだったんだけど、みーこが自分で、うん、そうじゃなくて膝上を見出したの。そうなの、一番の特等席。えっ、何、五島うどんいただいたやつ。これさ、あごだしなんだって。あごだしのスープもついてて、うどんっていうか冷麦に近い感じ。
なんか細いなとは思ってたんだ。いや、こうちゃん、こうちゃん、どうした？